ものづくりは人に喜んでもらえるのを一番に感じられる業界だと思います。特に家なんかは、施主さんだったりとか喜んでるのはすごく見えますよ。で、昔図工が好きだったなとか技術の時間が好きだったなって人はそういうものづくりにきっと向いてたりだとか絶対心の中で興味を持ってると思うので、ぜひそういう思った経験のある人は一度こういう業界にちょっと顔を出してみてもらって、そしたら新たな自分が発見できたりだとか自分すごく向いてたりだとかすると思うので、ぜひとも一度トライしてみてください。